ここは2人入ってるね。あ、早速動いてる子いました。うん、あれはね、メスちゃんかな。じゃじゃーん、この子は2日前かな、めっちゃん、メスのめっちゃん。2日前にみんなでカブトムシ取りね。そうだね。この子はみんなわかるよね。うわー、大きいの出てきましたよ。カブトムシ。カブトムシ、オス。名前はありますか？名前はケン君。ケン君。最初は、うん、あのくらいはすごく角も綺麗だったけど、うん、ケン君になりました。角が長い剣みたいなので、ケン君になりましたよ。ね、この子ね、一個足切れちゃったんだよね。ね、そうだね。それでね、よく見るとね、カブトムシの裏ってね、なんかね、こういうの入ってるんですよ。うわお。これ幼虫からできるんだよね。この白い幼虫からね。まあ幼虫は飼ってないんですけど。うん。メスとオスで飼っているので、もしかしたら結婚して卵を産むかもね。うん。そしたら。それで、メスかオスどっち産むんだろうね。ねえ、卵から幼虫が出てくるかもね。ねえ、背中持っている。めっちゃん持ちたい。お、めっちゃん、こんにちは。こんにちは。めっちゃんだね。この子最初めっちゃ暴れてたね。あ、そうだね。飛ぶ。大丈夫？大丈夫ですか？はい、これがめっちゃんでした。めっちゃんとケンくん仲良くね。ねー、喧嘩もしないでね。じゃあ結婚してほしいから、近く、ふん。これが今飼ってる虫でした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。